おはようございます。本日は奈良県の下市町に向かっています。今回は広橋梅林がメインです。一回も行ったことないんですよね。ただいま下市町に入りました。今日出発が遅かったんで、まずはお昼ご飯に向かいます。よし、到着でーす。この番組はコロモチで有名な高山製菓さんの提供でお送りします。こちらのカフェピクルスさんにやってきました。駐車場はお店の前と、あとこの道路の反対側にもありますね。ごちそうさまでした。ステーキ丼が気になったんですが、800円の日替わりランチにしました。鉄板に乗ったオムライスに漬物や冷ややっこがついてるんですが、めちゃめちゃおしゃれな感じですよね。オムライスの卵はふんわりしてました。具にエビもたっぷり入ってました。ライス含めて味付けがちょっと特殊な感じで、お店の方に伺ったところ、東南アジア風っておっしゃってました。表現が難しいんですが、ケチャップよりはソースっぽい味です。オムライスもサラダもすごく美味しかったです。おはようございます。別日に撮影してます。あの日ですね、雨が降ってきまして、しかも梅も咲いてなかったんで、ちょっと出直してきました。本日は2024年の3月4日月曜日です。では広橋梅林に向かいます。山に入ってからの駐車場までの道のりが結構長いです。ちょっと狭いぐらいの箇所はあったんですが、ただそのめちゃめちゃ狭いっていうような、そういう箇所はなかったです。よし、到着です。こちらが広橋梅林観光駐車場です。ここに上がってくるまでが結構大変でしたね。こちらの駐車場は12台止められます。ピークの時はすぐいっぱいになりそうな気もしますね。僕も広橋梅林は初めて来たんで、どこに何があるか全然分かってません。全体としてピークはまだちょっと先っぽいんですけど、ただ下の方に降りていけばだいぶ咲いてるみたいですね。お店が出てきました。手作りの草餅とか売ってるみたいですね。へえ。へえ。あ、営業中になってますね。
今のお店でマップを入手しました。今日午前中は晴れるはずだったんですけど、晴れてないですね。梅林関係ないんですけど、すごいいい眺めですね。まあ、そちらのお寺に寄った後に、あの下の方が咲いてるみたいなんで、降りて行ってみます。浄土真宗本願寺派宝泉寺さんですね。悪いやつがいるぞ、どこに、鏡の中だってなってます。なんか結構尖ったメッセージですね。立派なお寺ですね。稲葉一堂和尚さんです。ありがとうございました。ここどう回るのが正解なのかいまいちわからないところはありますね。今日晴れのはずなんですけど、全然晴れてこないですね。やっぱりちょっと降りてきたら咲いてますね。あ、よかったです。すごい歩いててほのぼのしますね。かなり梅の香りもします。この集落、こうかかしが結構いますね。普通のお家も結構ありますね。あれ、ちょっとまた迷子になりました。まあでもピークまでまだ1週間ぐらいはかかりそうですね。あ、いっぱい鳴ってますね。へえ。広い道もあるんですけど、細い方に入っちゃってますね。まあこれはこれで楽しんで OK ですね。結構がっつり整備されてますよね。へえ、知りませんでした。ここの眺めもいい感じですね。なんか向こうに展望デッキがあるみたいです。あー、いい眺めですね。ちょっとだけ天気が良くなってきました。今の道行き止まりでした。引き返します。こちらが展望テラスですね。へー、
あ、またカカシがいますね。おお、あ、すごいですね。満開ではないんですが、十分すごいですね。へー。広橋梅林にいらっしゃった方はここに来るべきですね。この畑もなんかいいですね。ほのぼのします。また太陽が隠れちゃったんでちょっと明るさが足りないですね。よし、ありがとうございました。まあでも良かったです。もしかしたら全然咲いてないっていうのもあるのかなと思ったんで。今ですね、このデッキテラスを見ました。あとはどこまで降りましょうかねっていう問題があって、でこの一番高いところにもスポットがあるんですが、この上の方ってまだ梅が咲いてないと思うんですよね。結構人が住んでますね。この斜面がきついんですけど。やっぱり降りれば降りるほどよく咲いてるんですけど、ただこうこれ以上降りるとこう戻るのが大変になりそうなんで、そろそろ駐車場に戻ります。この辺に駐車場があって、こう降りてこっちの細い方行ったんですけど、あのデッキテラスに行く場合、あのこっちの広い道からも行けると思うんで、まあ皆さんいらっしゃる場合は参考にしてください。よし、駐車場に戻ってきました。あ、結構人が増えてきましたね。次はですね、ニュー川上神社下社に向かいます。一回行ったことあるんですけど、あのあそこに馬がいてすごい可愛くて好きなんですよ。ここから8分なんですぐですね。よし、到着です。あ、トイレめちゃめちゃ綺麗ですね。へえ。いやー、この神社すごい好きなんですよね。今日はもうほとんど馬に会いに来ました。こちらがニュー川上神社下社です。で、駐車場はそこにもあるんですけど、僕はこの青いのぼりをこう通っていきたいんで向こうに止めました。あ、いました。あ、ただ食事中ですねあ、黒い馬がいないですね。もう一頭黒い馬がいるはずなんですが、今小屋に入ってるかもしれないですね。ちょっと見えないですね。あのちょっとお馬さんがですね、あのずっと食事中なんで、あの前回来た時の映像をお見せします。
前回は黒いお馬さんもいて、でこのこうやって小屋に入る時の貴重な映像も撮れたんですよ。馬がいます可愛いですね。神様のお馬ってことですね。おお。よし、では参拝いたします。あの奥の方にも入ってみたいですけどねあ、ニワトリもいますね。へえ、あ、これ知らなかったですね。ありがとうございました。もうちょっとで11時になるんで、またカフェピクルスさんに行ってなんか別のメニューも食べてみようかなと思います。ごちそうさまでした。気になっていた1400円のステーキ丼をいただきました。日替わりランチもそうでしたが、ちょっとおしゃれな感じですよね。このお肉がすごい柔らかいんですけど、脂っこくなくてめちゃめちゃ美味しかったです。ごまと海苔がついてるのと肉に合わせたタレで、変な表現かもしれないんですけど、いい焼肉屋さんのメニューにありそうな味付けに感じました。焼肉を食べながら韓国海苔や海苔の入ったサラダを食べると合うのと同じ感じですね。ペロリと平らげて大満足しました。ではそろそろ帰ります。今回は2024年3月4日月曜日時点の広橋梅林をお届けしました。ピークはまだこれからなので、よかったら足を運んでみてください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。